あ、こんばんは。一人高松と申します。まだまだ未満でございますが、よろしくお願いします。えらい大層なご挨拶いただきまして、ありがとうございます。ご視聴でございます。よろしくお願いします。
記憶の裏の五歳のお座と申す七歳で孫子寸徳丸と申するわな骨が年が一歳十年の春にと会いながればな泉の国は飯の沙太郎のお嬢さん姉派が次くお迎え殺す師匠がなきゆえに心じゃけんなおすわはめねえわがかすがかまえと祈り殺すとありなりますまりげこれじゃからとて未来様よことやお前やかに我々同様お役所衆がたお互いやしてなたにお前で花咲いて花なら風見がなって勝手こだして南国南小南小南越南石までもやったとり俵に詰めて荒縄かけてくるりと担いで第八の馬に積み込んで石に吹かせてからにころりと油屋さんへと持っていき油屋親父がハゲた頭にねじ鉢巻きをば締め込んでさうどた文句の粋なことああやりてにそいけけでよいのは水戸さんのご三家まだ乗りかけ行くさあの仕掛けでよいあおおつでお祝いけあくのすけこわけ井戸にはかなけか高いはどうけ低いはため池石陰とかげに出家にほっけやポコポコポンとはたたくが木造が箱根山根は筆すけ右すけごつろすけさ山しなにてはこらゆらのすけほらよいのとせさのよいやさああうちの隣の一二家三軒隣の息子は夕べの博打ですっかりくわけ一層焼けたらかかよ浜行け浜で客引け客はまた不意にげつまらないのでよう逃げあとの何には親受けでや受けでよほいほいあやれこらせのこいつああ今度はあぼつぼつと大阪へ下って大阪ではどう行け西では阿弥陀池北では天満ほりゃ天神山の上壁の池南の手の字の蓮池が大きな金持ちはご存知の通りのこの池で平池で茶漬けあばさんが歯抜けで地さんが腰抜けで血が根もすけばんとがまんけでまわたきをしね一人娘のこれ肝心がなめのところがそったか抜いたかこいつはまた知らねども一歩もないのがすっかりからげあ今度もろうた向こうさんこらごえらいすほけそらよいのこささのよいやさあちゅっ
ちょっとええ絞り垂らしたこのあぶれ、あっちやこっちの姉ちゃんたちがいちご屋にもおと買い求め、神々様にはお光あげて両の手合わしてもうすにはなあも八幡大菩薩や悪しきを払うて大助たまえ天竜の御事と家内安全身は即歳聞いた男と添えますようにと、なんじゃかじゃとてほっけの終始じゃないけれど、三妙法蓮華経と阿門さんお経を読むようじゃ、一から十までと金から霧まで、なたねからかぶらまで、ごまやけしのようにゃ、まこと真実一心込めても、こんなかすめ声ではうまくは読めないけれど、はい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 、これよりやバツバツ公園つかまつる間、あれれねれれ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 れ、何でもかんでもやらなきゃこの場の収まりつかない、そう思え、そう思えの、下がりや心中下がりや数下がり、こうとしゃ骨のし稲穂が下がった、温度取りとはすらどうじゃ、声が出んので息するたんびにこれ見えるのも、そらよいとよいよなんかどっこいさんせあんさてもこの時をすわめは、昼待つ暮れ待つ夕かけ待つ、晩夜になりゃまた夜のも待つ、今と昔はいこと変わる、今のことなら1時間や2時間と言うけれど、昔のことでこれも忘れない、一個が一緒やなら一個が四つ、三個が四なかれの夫なれば、はい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 、屋根胸三つに下がるとやら、人間界はもうすぐ及ばず、山の草木流れる早瀬の水までも、勝負へ竹類空飛ぶ鳥が雲間でも、で沈む黒煙が漆の時、空よいとよい山かどっこいさるせ、あんさてもその時をすわめは、夫の寝息を深ごて、己の部屋に届けてまいり、重ねダンスの引き出しより白むくこそでも取り出して、下から上まで白書もどく、白むく帯をばえひりひりとどっこいしょとちょいとま結ばれて、髪はまたざんばらみいだるいかみ、空よいとよい山かどっこいさんせ、頭にゃかなわ
あそこ鏡を吊り下げて額に灯籠三丁も灯されて一枚張りの高板の足手に身を乗せて、ね、左の手には七七七九本の耳なし八寸鎧の首右手に金口吊り下げて、はい、と立たる有様は、はい、わわみながらも身震いする、とてもまた恐ろしすぐなたなり、そらよいとよいやらかどこいざのせあんさてもこの時をすわめは、はい、夫の寝息を疑おうて表も上より出ぬもの酒裏もいよりもそっと抜け入れて一里半なる山道を小石を張り上げてかすな確かどい急がれけるわいなもどこよとたくねたらへ、春日神社とあいなりで一の鳥もこれ越えられて、そらよいとよいやなかどこいさのせあいにさんの鳥とあいなれば遥かに向こうの方よりも大きな白牛がオスは目が出てふふふふとえたけり狂いくるこれうち眺めたオスはどのやれやれ怖いや恐ろしいややってしばしわが心不死の時参りをするまれば、そらよいとよいやなかどこいざのせ大きな牛が出るとのことよ、この牛こそが乗り越されば、ママ子すっとくまるの命を取ること叶うまい、思えば憎きこの牛と度胸を定めたオスはどの家パッと越えたがる有様は物に例えばいかねえども黒源氏源義経の運勢八寸飛びにもさもにたり、そらよいとよいやなかどこいざのせあさてはこの場のみなさいこの奥だんだんようなれば春徳丸は西国巡礼に身を流し厚びく対面となりますわけだ、もはや手前のお時間です、しばらくの
の間踊りの踊っていただきました。講談ながらでありますけれども、熱く御礼申し上げ、お後は変わりよってずっと見ましょう。そらよいとよいよまっ